川勝知事が今年6月の県知事選の期間中、女性蔑視とも取れる発言をしていた問題をめぐり、川勝知事は午後の会見で発言を撤回し謝罪しました。一言で言えば、もう不適切そのものということでございますので、それを撤回しお詫びを申し上げたいと。今年6月の県知事選の期間中に川勝知事が富士市内の集会で女性の容姿と能力を結びつける不適切な発言をしていました。川勝知事は会見で、差別につながりかねない発言で恥ずかしい内容、誠に不適切だったなどと繰り返しました。川勝知事は参院補選でも御殿場にはコシヒカリしかないなどと発言し、県議会で辞職勧告決議案が可決されていました。